アイカチャンネル。はい、こんばんは、アイカです。今日はですね、半顔メイクに挑戦していきたいと思います。普段のメイクとの違いをしてもね、そんなに面白くないので、今回は半顔メイクで普段やっていないメイクに挑戦していきたいと思います。私が普段やっていないメイク、ズバリカットクリースメイクですね。逆に海外のコスメ好きな方だったらほとんどの方やったことあるんじゃないかなと思うんですが、私はねこれ上手にできる自信がなくって今までやったことなかったんですが、まあ憧れるじゃないですか。やっぱり見てもらったら分かるように、私結構まぶたが厚くって、で二重も一応ね両方ちゃんと入ってるんですが、そのまぶたのコンディションによってはこの二重幅格納されてしまうし、元々の幅もそんなに広くないんですよね。なので目元にもっと陰影をつけてしっかり主張したようなメイクをするには、やっぱりカットクリースってね外せないと思うんですよね。というわけで今回は人生初カットクリースメイクに挑戦していきたいと思うんですけども、なんでそこに半顔メイクの企画をかぶせてきたかというと、切れながらねアイラインを左右対称に描き上げる自信がなかったんですね。はい、やっぱりお手本がないと初めてのメイクって挑戦しづらいと思います。というわけで今回私が参考にさせていただくのは、キックスコスメティックの日本のインスタアカウントで投稿されていた、この写真があればいつでもカットクリースメイクができるねっていうねコメント付きの投稿です。インスタの画像なので概要のところにリンクだけ貼っておきたいと思います。でこれを見ながらね、手元で使えそうなパレットを持ってきたんですが、まず一つ目、こちらタルトのタルティストプロのパレットですね。ベージュ、グレー、ボルドーみたいな感じの色味を使っているアイメイクなので、これだったらねそのあたりの色が揃っているので使えるかなと思います。そしてもう一つ、こちらスティラのアイシャドウパレットです。これはね視聴者さんからプレゼントしていただいたものなんですが、これもね色味が似ているので使っていこうかなと思います。スティラなかなか普段触ることできないので、パレットすごく嬉しかったです。ありがとうございます。半顔どちらにメイクするかなんですけど、これすごく迷うんですよね。私の場合こっちにメイクした方がビフォーアフターで見た時にあざがある分すごくこう差は感じられるんですが、かといってこっちアフターにしてもあざが対象にあってそれをカバーしたわけじゃないのでどうかなと思って、私の目はすっぴんで見るとこっちの方がサイズがちっちゃいんですよね。この上の高さが合ってて下がこっちの方が上がってるような感じ、肩の位置もこっちが上がってるので全体に体がこう歪んでるのもあると思うんですが、パッと見で見るとサイズがねこう違って見えるので、よりやっぱりちっちゃい目の方を持った方がビフォーアフターとしては面白いかなと思いますので、今回はこちら側ですね、こっちにメイクをしていきたいと思います。はい、じゃあまずこれが全顔何にもしていない状態です。それでは早速メイクしていきます。まず下地はマックのストロボクリームを使います。でお色はピンクですね。これをトトーンとのせてビューティーブレンダーで伸ばしていきます。ファンデーションはジバンシーのリキッドを使います。これが P の110番という色味です。あ、久しぶりにストロボクリームを使いましたけどやっぱりいいですね。自然なツヤ感で肌がトーンアップして見えます。コンシーラーはジェフリースターの C13 番使います。ピッピッピーとのせてブラシでなじませます。次、目の下に明るいカラーのコンシーラー仕込みます。カラーポップのコンシーラーのフェアの04番です。トントンと目の下白くするのはなんか海外のメイクとか見てたら結構やってるので、なんかかっこいいからやりたいなと思っただけです。じゃあこれを一旦お粉で押さえます。わたあめの香り。じゃあ眉毛ね先にやっつけます。アナスタシアのポマードのダークブラウン使います。結構えぐれてます。これでいつもよりちょっと角度つけたいんですよね。このニックスの投稿でも割とギュイーンとしてるのでこんな感じで描いていきます。でアイブロウパウダー代わりにタルトのパレットのこちらのお色使います。アイブロウマスカラはアナスタシア使います。さっきのコンシーラーでこの下のライン整えていきます。緊張する。投稿見てるとまぶたが結構白っぽいので、ここで残ったコンシーラーをまぶた側に引っ張って塗りつぶしてみます。カットクリース以前にそれっぽい眉が難しい。こんな感じかな。
そしたら次、アイホール全体が白っぽいだけじゃなくて、この眉山の下の部分と眉のここのラインですね、ここだけがちょっとパールっぽい色が乗ってるので、まずまぶた全体にこちらの白っぽいお色乗せます。これはマットカラーです。いっぱいコンシーラー使ったのでね、まあ、ここでお粉的な感じでマットカラー使います。で、このハイライトカラーがシャンパンとかじゃなくて本当白いんですよね。ここまで白いカラーがなかなかなくて、パレットに入ってるのも割と黄色っぽいので、これも黄色みはあるんですが、セザンヌのシングルアイシャドウの01番使ってみます。ね、アイシャドウとかね、山のように持ってるように見えてね、こうやってね、持ってない色も結構あるんですよ、実は。ここもうちょっとここがふわっとしてるのか、こっちの方がどちらかというとピカーンみたいな感じですね。そしたらこちらのカラーですね、これをアイホールに入れていきます。際からのせてるんですけど、このまんま上に伸ばして、鏡と画面見ながらメイクするのが難しい。で、これをどんどん広げて、あ、なんかぽい目頭の方が濃ゆい気がします。こっちを濃くして、あー、でもここ白いのかな、ちょっと気持ち後ろかも。あとでここにハイライトカラー的なの乗せて、こういう感じ。こんなに幅広げていいのかな。ここちょっとはみ出るくらいでふわーっと消えてるので、こんな感じかな。なんかこのカラーとこの眉下のハイライトカラーの間がほんのりオレンジのラインに見えるけど、これはこの色の組み合わせでそういう風に見えてるのか、本当にそういう色を仕込んでるのかがちょっと謎です。目尻うまくぼかせないからブレンディングブラシでぼかして、でこの目頭のとこはさっきのハイライトカラー、これが乗ってるように見えるので、これをトントンと乗せておきます。で、次のコマでいきなりこの色がね、赤色になってるんですよね。なので赤っぽい色を重ねたんだと思うんですが、こちらのお色重ねます。これもなんか、あーというかそんなに赤っぽくならない、濁る、なんかもっとね、本当に鮮やかな感じの色になってるんですが、とりあえず形だけ真似してるってことで、まあ色全然違うくなってきましたけど、このまんまいきます。これ半顔にしといてよかった、私これ全顔だったら一生終わらなかった気がする。ここでさっきの明るいコンシーラーですね、これをブラシに取って、これが難しい、カットしちゃいたいラインっていうのかな、このこういうね、よくあるやつね、これを引いていくんですけど、ここぐらいまで来たらいきなり半分ぐらいパールみたいになってて、どうやってるんだろうこれ。この辺まで来たらこれで塗りつぶすのかと思いきや、細かいラメカラーみたいなのでグラデーションになってるんですよね。なのでここでスティーラのこちらのカラー使います。これを目頭から、どうなってるのこれ、見てもわかんない。とりあえずここに塗って、でどんどん広げて、さっきコンシーラー引いた終わりあたりがすごいツヤツヤってしてるんですよね。でこれをちょっとグラデーションで終わらす感じにしといて、目尻側にまた赤をのせてるんですけど、さっきの赤だとこうブラウンになるから、とこちらのスティラの赤じゃないんですけどプラムっぽいカラー、これをこのね、このラインがこう目尻に向かって下がるイメージで、うわ濃かった。あ、でもそれっぽい、こんな感じでのせて、でもこれ初めてですからね、うわこいつメイク下手だな、お手本見てるのにと思ってるかもしれませんが、途中から見た人のために言っておくと、人生初クリースカットメイクですからねこれ。あ、でもそれっぽい、すごい、なんかほらトリックアートみたいになってる。で先にアイライン引いてます。黒のアイライナーでもうシュンみたいなねラインを引いてるので、このリキッドの不老不死のブラックですね、これでちょんちょんと、ここはシュンみたいな、こんな感じ、こういうこと、目頭もう目頭切開みたいにこうキュッて出してるので、ちょっとこの際のとこまでブラックで引きますね。あ、緊張してプルプルしたらいけないと思ったら余計にプルプルして線がどんどん太くなっていく。なんとか弾けたわ、なんとか弾けた、もうこれでいいよね。目頭切開のラインが私死ぬほど似合わないというか、すっごい違和感出るので、もうちょっと明るいブラウンですね、これはラブライナーのやつなんですけど、これでこっちからちょっと引っ張る感じでピッて影つけときます。
で次のコマ見ると下まぶたに赤っぽい色が引いてあるので、これを細めに、結構細いんですよね、これでのせていきます。というか囲むと黒目の小ささが際立ちません？大丈夫かな。で目尻のとこはなんかいつの間にかこの上のラインと合体してるので、こう塗りつぶします。ビューラーはこれいつ使ったらいいんだろう。ちょっと今使いますね。ラインを消したら嫌なので、あんまりまぶたに押し付けずに、まつげないみたいに見える。マスカラはナーズのクライマックスマスカラ使います。これで、あー分かった。でもやっぱりインラインこれ今引いてないから、すごい黒目と粘膜の間が強調されてるみたいになってるのかな。とりあえずマスカラを仕上げて、あーダマになった。でインライン引いていきます。私つけまつげ普段つけない上に、なんかビフォーアフターでカラコンとかつけまつげ使っちゃったらそりゃ漏れるよねみたいな感じになるから、今日は使わずに行こうと思ってたんですが、実際ねこういうメイクしてみて分かりました。つけまつげつけないとこの目元のこのアイメイクとこのまつげのバランスが取れないんですね。なんかやっぱこういうメイクにはあのつけまつげのブワサーとした感じがないとまつげの存在が完全に消えてるんですよね。ビューラーで上げきれてないとかうんぬんじゃなくって、そんなにまつげものすごく少ない方ではないと思うんですけど、今日のメイクだともう足りない、まつげが圧倒的に足りないんですよね。しかも普段使ってるのがこれは結構バサッとした感じになりますけど、あんまりボリュームも長さも出ないマスカラばっかりなので、なんかやっぱ物事にはちゃんと理由がありますよね。こういうメイクの動画見てると、つけまつげつけるのってその方がバランスがいいからなんですね。というわけで次やることがあればね、つけまつげも用意しておきたいと思います。さあ思ったより時間がかかってるじゃあ目元ね一応こんな感じでできたので、あとねチークとかリップとかやっていきたいと思います。チークはシャーロットティルブリーのピロートーク使います。やっぱツヤがあるチークの方がこういうメイクには合うかなと思うので、これをちょっとねさっきまで参考にしていたインスタの画像は目元のメイクだけなので、ここからはもう完全に自分の感覚でやっていかないといけないんですけど、ずっとアイメイクってねそっちのことばっかり考えて準備してたので、他のメイクのことをね全然考えてなかったんですよね。これで真ん中のハイライトカラーも重ねて、ここに隙間がある、ここちょっと塗って、久しぶりの登場ですがベッカのオパールです。これをさらにここに重ねたいと思います。気分を高めてくれるので使います。鼻筋とかどうしたらいいんだろう、半顔ってピーッと半分だけのせて、ノーズシャドウですね、マックのオメガ使います。こういう眉を描いてこういうアイメイクした時ってノーズシャドウどうやって入れたらいいんですかね。いつもだと私この辺を眉の下のラインに入れるような感じ、重ねてブワーっとこう適当にぼかしていくんですけど、割とこういうメイクって目頭まで白っぽくベース作るし、こうきちっとライン取っちゃってるじゃないですか。おすすめのノーズシャドウの入れ方あればぜひねコメントで教えてください。なんかこの人の投稿が参考になるよとかでもありがたいです。小鼻やっつけて顎下、シェーディングはいつものトゥークールフォースクールのもの使います。で生え際はちっちゃめのブラシでガシガシのせていきます。でスックのパウダーファンデーション、こうあざが透けてきてるとこを重ねて、私普段ベースがかなり厚いのでベース厚くしても違和感がないっていう点ではこの海外の濃いメイクっていいですよね。じゃあリップです。ナーズのアニタ使います。この半顔のリップが一番やりにくいですよね。ガイドライン引こうかな、ここまで。ちょっとパンチがないですよね。ナーズのアドベントカレンダーに入っていたこのリップちょっと上からつけてみます。軽く押さえて、ブラウンっぽい方が良かったのかな。まあでもビフォーアフターで差は分かりやすいからいいかな。できました。一応ビフォーアフターなんですけども、最初の状態とのビフォーアフターはこんな感じです。はい、いかがでしたでしょうか。半顔メイクなのにいつものメイク動画より時間かかってるんですよね。もう謎すぎるんですけれども、やってみたかったこのカットクリエスね、挑戦することができました。
イメージするのと実際やるのではやっぱり全然違うので、まあ、ラインがガタガタなとこだったりとか、まつげが貧相に見えちゃうっていうところとか、あとアイシャドウも本当に色をねこうどんどん重ねていくので、重なった後のイメージの色だけで選んじゃうと、その下にある色にもやっぱり左右されちゃって思った色に発色しないので、そのあたりの色選びとかも気をつけないといけないなと思いました。マスカラが重すぎてね、まつげが落ちてくるんですよ。そんな感じで新しい課題も見つかったんですが、また一つ新しいことに挑戦することができました。次紹介するときはもっとクオリティをね上げていられるようにしたいと思います。今回の動画楽しんでいただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。愛香でした。